面白いデッキを見つけたから紹介してくれ。今回はエクストラのアンコモユーキンや。お相手のデッキが策盛り上から一見すると肝陣営でええように見えるかもしれんけど、乱戦中に策を割ることができへんから、一点ミッシーの策を割るには武力上昇や大手兵号令で割りに行くことを想定しとるで。それにしてもお相手のデッキは面白い発想やな。政局などに時間のかかる芝将と軍さんに弱い脳核に強いメタを発しとるのを感じるわ。武器の計略は武力プラス3、効果時間 31.5 カウント、兵力の1になってから効果時間が続くうちは 8.5 カウントダメージを受けなくなるで。働きで前線を立て直す。どうだ、はよ。理に群がる犬どもめ、規定の力を見よ。どうだい、引き継がる感じ。このごとく引き裂かれようとも不滅なり。これやるオーラで取る。ダメやダメやエフェクトかぶりまくって奴らがすごいことになっとるな。バカばっかり。どうだい、ほっとこりゃまずい。ほっとこりゃまずい。借りたい、スロルク全部俺に帰る場所など。これも計算通りなんだから。全部武器のバリアめっちゃ長いやん。すごい活躍できる計略やったんやな。
カゴがあらんことを。理に群がる犬どもめ、規定の力を見よ。この五体引き裂かれようとも不滅なり。ここで捕まるわけにはいかない。うっかり白抜きしてしもたけど、絶対の確定値で計略以外で絶対せんから。バカバカ、2分で突撃を受けに行くのが理想やね。借りたい。引き際が肝心か。前後変えてくれる人がいないの。恥ずかしが受けに。これも計算通りなんだから。ほっと、こりゃまずい。これに帰る場所など。時間切れより落城の方が早そうやし、最大落ち陣営同士に行くで。2試合目はこういう使い方もあるって感じのを紹介してくから、ぜひ最後まで見てってくれると嬉しいわ。必ず打ち破る。それが肝心鋭のゆえ。
ですね。罰を与える。天狗、天狗、天狗、天狗。この五体引き裂かれようとも不滅なり。効果時間が長いからこんな感じで四季あぐれにも使えるで。貫く我ら光栄の働きで前線を立て直す。一撃でことをなせるのです。早く敵を片付けないと大変よ。許さぬ。騙された。こりゃまずい。剣豪バタンキュー。命を失い宝具解放。よろしく。こんな死をペロリと平らげてやるわ。任務を全うする。散るわけには。もう動けん。さあ、この世との別れは済みましたか。天狗、貫くか。騙された。ゴールド解放マスター。ご視聴ありがとうございました。発想次第でいろんな使い道がありそうな計略やから。
研究してみたく感じるカードやと思ったで。ではまた。